まだ室内の装置も出来上がらない前のある世のことフリッツとジャックとはこの別荘に一夜を明かすことになった何かしら風変わりな素敵もない冒険が待ち構えているように考えたのであろう彼らは銃のほかに斧や剣や槍などまで用意して夕方出かけていった洞窟に残った私たちは 夜になると昼間の疲れでぐっすりと眠ってしまったふと目を覚ましてみると何かしら表戸の方で音がするコツコツとたたくようであるかと思うと爪でかくようでもある私は立ち上がって戸を開けてみた鳩がいたよく見ると足に通信術を持っている私の胸は怪しくとどろくのを禁ずることはできなかったすぐに私は 筒の中の紙切れを抜いて開いてみたお父さん危険が迫ってきます一刻も早くご来園ください別荘よりフリッツ巣はこそ一大事アーネスト起きなさい私は揺すぶったアーネスト支度をなさいフリッツとジャックを助けに行かなければならないのだ妻もフランツも目を覚ましてしまったどうしたのですフリッツとジャックがどうかしましたのですか 妻の言葉には答えもせず私とアーネストは武装するや否やロバに乗って走り出した夜はまだ明けきらないかすかに東の空を染めた暁の色は水のように静まったニュースイスランドの暗黒を刻一刻追いのけようとしているのだ私たちはやがて別荘に着いた抵抗することのできない猛獣がフリッツとジャックとを殺そうとして 別荘を取り囲み入り乱れて戦っているのではあるまいかとまで想像したが意外にも辺りには何事も起こっていなかった「フリッツ・ジャーク」返事がないあるいは彼らは2人とももう猛獣のために奪い去られてしまったのではなかったか「フリッツ・ジャーク」やはり返事がない私は別荘の戸を開けて中へ入った「真っ暗だ」 フリッッツ、ジャック、誰もいない私はマッチを吸った寝床は空であったが心配した2人の死骸はしかし幸いにしてなかった私はろうそくに火をつけたアーネストはなおも何かの手がかりがありはしないかと思って辺りを探しているその時「お父さんですか?」呼ぶ声がする「ほう」「戸外に立っていたのはまさしくフリッツとジャックであった」 どうしたんだと私は尋ねたフリッツはそれには答えないで言ったあの叫び声を私は耳を立てた「ライオン」私とアーネストはほとんど同時に叫んだ森林を轟かして遠雷のような叫び声が地響きして聞こえてくる前には眺望が丘の頂上であの声がしたのですとフリッツが言った僕とジャックは本当に震え上がってしまった 雷のような叫びがまたた。起こったしかもそれはすぐ間近である。と思うとそれに応えて別の方からもやがて世はあらかた開け離れて森林の樹木は一本一本はっきり見ることができるようになってきた突然草むらを分けてニューッと姿を見せたのは金色の毛を振り乱した大きなライオンであった。彼は、 我々の姿を認めたとき、はっとしたように首を上げたが、今度は猛然としてこちらを睨めて起き上がった。みんな、うちの中へ入れ、と私は命令した。そして武器を取れ。私はそう言ってピストルを寮のポケットへ入れて、一人家の前に突っ立った。ライオンは両眼を火のようにして、徐々に林の中をこちらへ近寄ってくる。 かつて見たことのない餌食が珍しくもあり同時に得体の知れないために少しく変に思いもしているのだろう彼はあえて軽察には突進してこなかった窓から狙えフリッツアーネストと私はまた言ったそしてライオンが20歩の距離に近寄った時一斉射撃狙え撃て呆然として2発の弾丸はまさしくライオンに命中した 彼は飛び上がった。猛然として落雷のごとくうなりながら私をめがけて疾風のように突進してきた「ジャック犬を離せ!」と私はまた命じた「タハクとジャノーとはうなりを発して敵に立ち向かって駆け出した」と同時というよりも一瞬早くであった私のピストルは続けざまに敵の頭部に向かって発射された 私は別のピストルを出して身構えた。その時タークとジャノーはライオンに踊りかかった傷つけられてもライオンの力は衰えない飛び上がり狂い回ってまた飛び上がるその乱闘の最中ジャノーは一声高く叫んで敵から逃げ出してしまった私は56歩進んでさらにピストルの乱射を始めたライオンはタークには目もくれず私に向かって突撃してくる。 私は弾丸を撃ち尽くしてしてまったそしてあわや彼の一撃で撃ち倒されてしまうかと思った瞬間である一発の弾丸それはフリッツが特に用意しておいた大口径銃の発射であった指物ライオンもドーッと倒れた私たちはワっと勝利の声を上げて倒れた猛獣のそばへ走り寄って取り巻いたしかしジャノーはどうしたろう 私の推測が誤らなかったら彼はライオンのために噛まれたのであるそれは実際であった彼は苦しげにうなりながらとある大木の根元に横になって喘えいでいた「おおジャノーお前はけがをしたね」ジャックは犬を別荘に連れ戻ってきて干し草の上へ横にしてやった忠実な我々のジャノーは頭部に深い髪傷を受けていたのである 第13章英国の起戦我々の銃声に驚いて他のライオンは逃げてしまったのであろうもう叫び声も聞こえては来なかった再度の襲撃を予想して新しく銃に弾丸を込めて待っていた我々は少なからず張り合い抜けがするとともに一方では安堵の胸をなで下ろした私たちはまた平城に帰って別荘へ 家具を取り付けたり必要の食料を運んだりして毎日働いたもう猛獣の襲撃もなかったただある世のことふと目を覚ますと遠くの森林の方で異様な叫びを耳にしたことがあった「ひょうだ!」とフリッツが言った「どうだろう?」うとはアーネストの言葉私はおそらくはカバだろうと思ったその世はそれきり何事もなくて済んだが 明くる日バナナを採取するために鶴の沢を越えて約一里も行ったところで果たして我々はカバを見たのであるそこはジャッカルリバーの上流でかの沼から流れ落ちる小川があるために広い河原ができているところであったおびただしいバナナの実がその岸辺に林をなして実っている私たちは木に登って摘み取るもの 下でそれを拾ってカゴに詰めるものと二手に分かれて働いていた木に登っていたアーネストが河原の方に当たって異様の動物がうごめいているのを発見した半ば体を水中に没し時には背中だけ見せてのそりのそり這い回る彼の注意で私は小高いところへ行って望遠鏡で覗いてみた何ですお父さんあれはカバだ一匹いや 3匹4匹5匹だ5匹ものカバを襲撃するだけの準備を私たちはしてこなかったバナナを摘み終わるとそれをロバに摘んで私たちは木戸についてしまったそれから2ヶ月過ぎたやがてまた雨季が来ようとしている私たちは毎日海岸へ出て貝を取ったり小魚を取ったり野原へ出て穀物を集めたりして 冬季中の家畜や課金のために準備を怠らなかった別荘よりはもう潮の洞窟の方が住みよくなったので私たちは荷物をまとめて引き移ったある日の夕方のことである私たちは海岸へ出ていたが一匹のウミガメを見つけて一斉射撃をしたあまり距離が遠かったゆえかそれとも狙いが外れたのかウミガメは平気で浮いている。 私たたちは再び発射したところが3発の銃声があたかも我々の射撃に対して応えるかのように遠い沖の方から聞こえてきたのである私たちは異様の思いで遠く海上に目を注いだ「不思議だ確かに銃声に相違なかったねもう一度撃ってみよう」。私たたちは発発一定の順序で発射した待つほどもなく 確かに3発の銃声が答えてきた「おお確かにこの島の沖を航行している船舶に違いないどこの気船でしょうお父さんヨーロッパの汽船でしょうかそれとも人食い人種か海賊の船ではないでしょうか喜びと心配とがごっちゃになって我々を襲ってきた日はとっぷりと暮れた怪しげな雲が東の方から押し上げてきてだんだんと広がってゆく。 ああ、悪い時あの雲が出てくる私は嵐を心配したのであるかつて半月ばかり前もこの雲の出たために2日2晩海が荒れたのである夜になると我々は海岸の小高い岩の上へかがり火を焚いた合図のためであるとにかく海賊船にしろ人食い人種の襲撃にしろ長らくの間 無人の郷に暮らしてきた我々にとってはあの合図の銃声を耳にしてそのままでいるわけにはいかなかったのだ夜は明けた幸いにして海はさほど荒れてはいなかった私はフリッツとアーネストを連れてサメ島へ渡って行ったそして銃口を揃えて三発の合図を送ってみたもしかすると昨夜のうちに 気仙は去ってしまいはしなかったのだろうかと心配をしたししかしその心配は無用だった3発の答えが海を渡って聞こえてきた「望遠鏡だ!」と私は言ったそしてジャックの手からそれを受け取って目に当ててみたが霧のために何も見えない私は次には用意してきた旗を長い竹の竿につけて海岸に押し立てたさあ こうしておいて一旦洞窟へ帰ろうと私は言ったフランツと妻は海岸へ出てきて私たちがまたヨットから出ないうちに尋ねるわかりまして貴船は父さんどこの船なの霧が深くてまだわからないんだと私は答えたとにかくもう少しするとわかるヨーロッパの船にそういないでしょうねと妻は言うきっとフランスかイギリスかスペインか そのののううちの一つに違いないようななよ気がしますの彼女の喜びはたとえようもなかった「えフランツもう二度と帰れまいと思ったスイスへ帰れるんですよおばさんやおじさんそれから私たちを知っている者はどんなに心配しているでしょう何かの頼りがないかと思って毎日毎日待っているでしょうに」と同時に彼女はもしか海賊であったらと心配しているようでもあった。 11時ごろになって霧はだんだんと晴れてかなりに荒れていた沖の方も次第に次第に遠くまで見えるようになってきた私たちは武装して再びヨットに乗った鮫島へ渡るや否や私は岩の上によじ登って望遠鏡を目に当てたかすかに雲と海波と相接するところに一層の気船が煙を吐いている汽船は こちらへ向かって進行しているようである。霧は次第に晴れる。船は近づいてくる。ほう、イギリスの寄船だと私は叫んだ。海の波を蹴って近づいてくる船は、ますますはっきりと見えてくる。共にひがえっている旗は、確かに英国旗であった。イギリスの寄船フリッツとアーネストとジャックは、一斉に叫んで踊り上がった。 そして洞窟の前の海岸に立ってこちらを見ている母親の方へ合図のために3人で一緒にハンケチを振ってみせた彼女もハンケチを振って答えたその振り方は100年目で訪ねる人に会ったような嬉しげな振り方である幼いフランツも両手を挙げて答えた